はようございます。禅でよく説かれることは、一切諸行質仏性ということです。あらゆる命あるものは皆仏の心を持っているということです。ではその仏の心とはどういうものかというと、それは慈悲の心であると説いています。ですからあらゆる命あるものは皆慈悲の心を持っているということになります。ところが自我を中心とした見解、誤ったものの見方、我欲に遮られてしまってその慈悲の心が現れていないというのがお互いの実際なのであります。サンガ新社からサンガジャパンプラスの第2号が送られてきました。今回は私がその中の記事に出ているわけではないのですが、贈呈していただいたのでした。目次にはスペシャルトーク、釈徹宗名古屋安文、厄介な自分と向き合う心の技法、特集1、慈悲で花開く人生、アルモブレスマナサーラ、経典に学ぶセルフコンパッション、プラユキナラテボ、柳田俊博、慈悲バッコヨラクとアガペー神の愛、松本昇恵熊谷慎一郎、こう深めて仲間と共に近代を生きる、シュプナル法順、ポーランドの禅僧が見た現代の戦争、そして仏教による平和への道、ディーパンカラーサヤデー、慈しみの瞑想とあって、特集1だけでも満載であります。さらに特集2もあって、パーリ経典と仏教瞑想、アルモブレスマナサーラ、熊野博明、仏教瞑想とマインドフルネス、ミノワ賢領、ブッダの心身の観察、プラユキナラテボー、ブッダのアーナパーナサティ瞑想法などなどがございます。さらに特別企画、ティックナットハンから続く道というページもあって、島田圭介先生が書いてくださっています。またさらに特別企画、ウィズダム 2.0 ジャパン、ジョアン・ハリファックス老子の世界を変えていくコンパッションというのもあるのです。慈悲と瞑想という特集ですが、とにかくよく一冊にこれだけの内容を盛り込むことができるものだと思うほどの充実ぶりです。出版社の方々の意気込み、熱意が伝わります。パラパラ開いていると、坂村新民先生の詩が目に入りました。あなたに合わせる手を、誰にも合わせるまで愛の心をお与えください。どんなに私を苦しめる人をも、すべてを許すまで広い心をお授けくださいという願いと題する詩であります。どなたが新民先生の詩を取り上げてくださったのかと思ってみると、シュプナル法順さんでした。ポーランド人の禅僧でいらっしゃいます。サンガジャパンプラスの今後はどの記事も深い内容で読み応え十分にあるのですが、この法順さんの記事は実に深いものであります。戦争はいつもあったという込み出しが目に入りました。ロシアのウクライナ侵攻前は戦争がなかったという人もいますが、それは間違っています。まずロシアのウクライナとの戦争は2014年に始まりました。決して2020年の2月が始まりではないのです。次の段階に入っただけです。さらにそれ以前も世界で戦争はもちろんありました。シリア、アフガニスタン、イラン、そしてアフリカの各地でもどんどん人が殺され続けました。でもメディアは政治的な理由で今回ほど報道していませんと書かれているのです。そして私たち一般人は2022年2月までは戦争はなかったが、今は戦争があると思いがちですが、戦争はいつもありました。すべてが報道されていなかっただけです。
ですからプーチン大統領のような嫌な悪人はいないと強く訴える人はいますが、例えば今までアメリカの対外政策によってどれほど各国の人が死んだかということはどうも言いたくないのでしょうね、とこう書かれています。こういうことも私などは新聞の報道などだけでものを見ていますので大いに反省させられます。次に、仏教は世の中の戦争を終わらせるためのものではないという見出しがあります。法順さんは、もともと仏教というものは世の中の戦争を終わらせるためのものではありません。苦しい時の神頼みではないのです。なぜなら仏教は自己の超連だから、自己を治める道だからです。何を治めるのかというと、自分の中の争いを治めるのです。仏教を使ってウクライナを守りましょう、あるいはロシアを何とかしましょうということはできません、とはっきり説いてくださっています。これは大切なところです。エンゲージドブッディズムという社会的な問題に対して仏教の立場から発言し行動する運動があります。法順さんは、仏教はもともとエンゲージドブッディズムではありませんと明言されています。もちろんボランティアなどは社会のレベルでは素晴らしいことだと思いますし、社会を向上させることもいいことです。しかし、そもそもこれが仏教の課題ではないし、仏教の心理学では良いことをするのは一番危ないと言われています。なぜかといえば、そこには私が良いことをしていますという意識が働いているからです。そのような私は、同時に社会の場の上では様々な役割が出ていることは当然ですが、そこに仏教を入れてみようとすればズレが起こりかねません、と実に的確な指摘をなさっています。そしてさらに、一番危ないのはこの俺なのです。ですから、良いことをしているときはそれを恥ずかしがりながらやりなさい。悪いことをしたら反省の可能性があるが、良いことをすると逆に慢心が起こり、みんなに見せたいでしょう。だから恥ずかしいと思いながらやるぐらいがちょうどいいのではないでしょうか。そういう自覚も大事だと思います。と説かれています。このことは修行の上においてもとても大事な自覚であります。この記事には、お釈迦様が生まれ育った釈迦族がコーサラ国に滅ぼされる時の話や、殺人鬼と言われたアングリマーラのことが説かれているのです。不摂生は慈悲の裏側なのだと指摘されて、次のように説かれています。慈悲を育てるには、慈悲の瞑想のような方法があります。スマナサーラ長老も昔から指導されているそうですが、私も時々慈悲の瞑想を座禅会などで皆さんと一緒にやっています。それは今のいわゆる禅に一番欠けているところだと鈴木大拙先生も言われました。本当に禅宗に一番欠けているのは慈悲です、という言葉は、実に禅宗の最も気をつけるべきことを指摘してくれています。そしてその後に、なんとそれを意識されているのか、臨済宗円覚寺派館長の横田南嶺老師はよく慈悲の心を伝えられていて、それは素晴らしいと思います、と私の名を出してくださっているので驚きました。ありがたいことですが、慈悲が最も足らないと日々反省している私なのであります。それでは今日も姿勢と呼吸と整えてまいりましょう。まず両方の足で床をしっかりと踏みしめて、この大地に支えられていることを感じて、足に力を入れて、よし立ち上がるぞという気持ちで、お尻を5センチないし10センチほどスーッと持ち上げていって、ストンと下ろします。息を吸いながら肩をぎゅーっと持ち上げ持ち上げ持ち上げていって、吐くと同
同時にストンと下ろします。もう一度息を吸いながら肩をぎゅーっと持ち上げ持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろします。最初一息、息を強く吐き出します。この時にはお腹の底に溜まっている空気も全部吐き出してしまうつもりで、胸に抱えている思いや煩いも全部吐き出してしまうつもりで、口を開いて一息強く、吐き出して口を閉じますと、鼻から新鮮な空気がいっぱい入ってまいります。おへその下、下腹いっぱいに新しい空気が満ちて、さらに体の隅々まで新しい空気が行き渡っていくのを感じながら、ありがたいな、嬉しいなと、この思わず微笑みがこぼれてまいります。そんな気持ちで、その後は口を閉じて、ただ鼻から息が出たり入ったりする様子を静かに見つめて座りましょう。はい、ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますようにお祈りしております。